ありがとな、もうこの辺で。いや、もうちょっと付き合うよ。私もちょうどこっちに用事あったし。へえ、用事って？あ、どうしたんだよ、急に。その、高坂くん、あのね。え？高坂くん、あのね、恥ずかしいんだけど、実は私な、ちょっと。あー、もう我慢できない。嫌いじゃない、全然嫌いじゃないけど、心の準備が。にゃーにゃほーらほーら、猫ちゃん、おいしいご飯だよ。そう、私猫大好きなんだけど、両親が犬派で、家にもたくさんワンコいるから猫飼えなくて、だからここの野良ちゃんにご飯あげに来ては、目いっぱい触らせてもらってるの。犯人像まんまの光景が。ってことはやっぱり、そう、そいつが最近この団地を荒らしているあたしらの天敵さ、ニアムサス。やれやれ、犬臭いとは思ったけど、まさかそのお嬢ちゃんだとはね。ガツンと言ってください。虐待をやめろ、このアホ女って。さあ、やかい、このクソ猫ども。ああ、おじちゃんがノイローゼになっちゃうよ。高坂くん、どうしたの？その猫は？水野。いいか、セガさんばかりにアレルゲンたちが侵入してきている。こうなったら仕方ない。あのな、気悪くしないで聞いてほしいんだけど。猫ってさ、可愛がるのはいいんだけど、その構いすぎるのもダメなんだ。ほら、そいつも嫌がってるみたいだし。そうなの？こんなに尻尾振って喜んでるのに。猫は逆だよ、水野。てか羨ましくなってきたぞ、猫め。さっさと押し、このヘタレ。猫たちの鋭い視線が突き刺さるけど、私てっきりワンコと一緒だと思って。悪気はないんだよな、水野。しかし、旦那、ほらガツンと。助けて助けて。なんだこのわけのわからん板挟みは。あのな、猫のことで気悪くしないで聞いてほしいんだけど。何が言いたいかというと、そのたまやるよ。へい、そろそろ話し。触んじゃねえ！違う！今のは猫に。ごめんなさい、もうしません。やりゃできるじゃないか。それもまた男だよ。違うものを失ったっぽいっすけどね。旦那、荷物！荷物忘れてますよ。さあ、これでもう大丈夫だよ。姉さん。